剣だけ鬼受かってこの色良くない、うん、さっきあっちにも同じの着てる人いた。嘘、気づかんかった今日は毎年恒例、毎冬恒例の冬装備の紹介動画、うん、去年よりも時期的には早めの撮影かな、うん、なんか、うん、ちょっと2回に分けて紹介した方が分かりやすいから2回に分けようかなと思ってて、うん、今回の1回目が、まあ、マイナス5度ぐらいからプラスの10度ぐらいまでの、うんうんうん、いいと思う装備、うん、だからちょっと軽め、うん、そういう地域に住んでる方の参考になればなと思ってて、あと時期的に冬の始まりとか、うん、で北海道は最大でマイナス15からすごいとこでは25とかまで行くので、うんうん、私たちは最大でもマイナス15ぐらいまでしか体験したことないんだけど、うん、それだともっとストーブ変えたり変わってくるからね、下のマット変えたりとか しなきゃいけなくなるので、うん、それはそれ用でまたもうちょっと寒くなってきたら紹介しようかなと思います。そう、冬の装備と真冬の装備だね、うん、今日はマイナス5度ぐらいまではいけそうな装備っていう感じで、うん、服装からやる。あ、そうだね、うん、服装顔が顔を切れちゃった服装はちょっと今日はね、軽装だね、うん、今日北海道だいぶ暖かくて今で多分10度ぐらいで朝方マイナス2度とかに多分なるんで、うん、で私たちは下にこのユニクロのヒートテックレギンスみたいなやつ、剣も入ってんだよね、うん、でそれの上に私はなんか結構ちょっと今日軽装だけど、うん、で剣は普通のチノパンみたいなズボン、うん、履いて、上も一番下になんかヒートテック着て、その上にトレーナーみたいの着て、うん、でさらにその上にこう寒くなった時に着るモコモコジャケット、うん、オールユニクロでございます確かにそうだ、やばい、ユニクロの回しもん買ってくるユニクロでコロナ禍にさ、ウルトラライトダウン着てもいいよね。あ、そう、うん、薄いコンパクトになるダウン、うん、それも一応持ってきてて、寒くなった時にはそれをさらに中に入れ込む感じで、まだ大丈夫だけどあと 2,3 週間したら結構帽子割と強い味方になってくるかもしれない、うん、私は結構このモコモコ帽子とかニット帽とか被るだけで頭が暖かくなるので使ってます。あと手袋か。あ、そうだ、手袋、うん、ちょっとボロボロなんだけどワークマンで買った。間違ってこの手袋した状態でなんか夜間かなんか持って溶けたんだよねなのに、うん、まあ、まだいけるんじゃないって言って使ってますが、ちょっと今年新調しようかと思ってます。さすがにこれやばいじゃん。これかわいいよね、うん、かわいい。ワークマンでめっちゃ、うん、本当に安かったと思う。何百円の世界だと、うん、1000円しないと思う、うん、あ、でもこれだと結構作業はしづらいから、うん、指先が出てる。それはホーマックで買った。これホームセンター、うん、これ俺のだけどね、普通に100均とかにもこういうのあるよね、うんうん、ダイソーにもあったと思う。これだったらスマホとかいじれないから。そうそうそう、うん、これあった方がいい絶対、うん、っていう感じかい、うん、あ、あとブーツ。あー、ブーツね、まあ、雪降ってなければいらないのかもしれないけど、ブーツも結構あったかいからね。確かに、うん、私は去年ワークマンでこれもうめっちゃ安く手に入れた。なんかちょっと中がフリースみたいになってるあったか靴。スリッポン、名前は分かんない、うん、でも、うん、モコモコ靴。モコモコ靴、あの春先とか秋に使ってる、うん、多分今年は今年で新しいデザインとかあると思うからおすすめです。履きやすいしね、これ、うん、履きやすくて脱ぎやすい。あとこれ室内で履く用のスリッパ、モコモコスリッパ、うん、これはモンベル。ダウンシューズっていうか、これいいよね。うん、注意、お座敷スタイルの人にはおすすめ。もうなんかそこの方がやっぱり冷えちゃうからね、隙間風で、うんうん、ほんと足元がね寒いんだよね、うんうん、じゃあ次が寝床。寝袋はできれば暑ければ暑いほどよくて、うん、私たちは460のダウンの寝袋と1000の寝袋を持ってるんだけど、多分460でもいけるけど、うん、1000の方が無難、うん、だからもう1000の方に切り替えてますこの時期は、はい、でこれからもうちょっと寒くなってくると底冷えがひどくなってくるから、うん、この10センチの違う違う1センチか1センチか
10ミリの厚さの銀マットをこのさらにマットの下に敷いて、うん、その底冷えを防止してる感じ、はい、これがかなり重要、めちゃめちゃ重要、なんか下に何枚敷くかで、うん、本当に部屋の暖かさが変わるからちょっとかさばるんだけど頑張って持ってきてます、うん、できるんだったら何重にもしたいところだけど、そうそうそう、かさばるから そこはやっぱり最小限でいきたいんだよね、うん、で、まあこの線の寝袋があれば全然寝れるんだけど、うん、なんかやっぱりよりあったかい方がぬくぬく寝れるっていうので、うん、さらに私たちは寝袋の中に電気毛布を入れてんだよね、うんうん、これね、ちっちゃいやつ、一人用の膝掛けサイズみたいなやつで、これは Amazon かなんかで買った、うんうん、ヤマゼンさんとか、ヤマゼンさんで最初大きい電気毛布を2人で使ってたんだけど、そうすると寝袋の中に入れれないから、そう電気毛布を、なんでその大きい電気毛布撤廃してそれぞれ小さい電気毛布をそれぞれで使うように、でポータブル電源も私たち持ってるのでそれで使ってるんですけど、もしポータブル電源持ってない、電気毛布使えないっていう人はこれはね、三種の神器湯たんぽで、湯たんぽ多分プラスチック製の湯たんぽとかだったら、うん、なんかほんとダイソーとかにも売ってるぐらいなんだよね。いや、あれだと1、2時間、いや、わかんないけど、使ったことないからわかんないけど、多分このやっぱりこれなんていうの、アルミ、うん、がおすすめ で、 おすすめ でそのプラスチックの湯たんぽってすでに温まったお湯を入れなきゃいけないから、うん、ガスであのお湯をまず沸かして、その沸かしたお湯を入れるじゃん、うん、でもこれは直火できるんだよね。そうそうそう、だからガスにそのままバーンってかけて温めれるの、うん、だからこう使ってて、あーなんか寒くなってきた、湯たんぽ冷えてきたって思ったらなんか出して火にかければ、うん、オッケー、うんうん、ちょっと注意が必要だけど、うん、温めるときね、うん、すごい熱くなるから、うん、でもこれはめっちゃおすすめだよね。これめっちゃおすすめ、これも Amazon で買いました、うん、このケンの好きなモコモコの袋が付属だったからまあでも最近は電気毛布使ってるから湯たんぽはあんまり使ってないな、うんうん、まあ電気毛布の方がもちろん便利ではある、うん、このあの寝床系としては、うん、暖房器具編、まあ、電気毛布使うためにはポータブル電源が必要なんで、僕らが使ってるポータブル電源はジャクリの700、うん、これだと2人で弱から中使ったとしても電気毛布の強さね、うん、朝まで残り 10%20% ぐらいで終了する感じかな。それはなんか寝るときだけ使ってってイメージだよね。普通にご飯食べてるときとかにも膝にかけたいんだったら700じゃ足りないのと、厳しいと思うね、うん、私は結構剣に内緒で電気毛布の強さを強にするから、うん、そしたら途中でなくなる。なくなる俺は弱以上にしたことないからね。あなたでいつもで剣に怒られる。まあでも仕方ないね、女性はね、冷えると良くないから。できればちょっと大容量に買い替えたいなと思っている次第です、うん、やっぱり大は小を兼ねると思います。で特にこの北海道レベルの極寒の地域に住んでる人だったら、せっかく買うんだったらちょっと高いけど、うん、大容量の方が越したことはないと思う、うん、そう思う、うん、あの寝袋の話もそうだけどね、うん、大は小を兼ねるよね、うん、本当に。あとそういうストーブかな、うん、まあ薪ストーブの方がいいっていう人もいるし、うん、電気ストーブがいいっていう人もいるし、カセットストーブがいいっていう人もいるしなんだけど、俺らの場合はちょっとまだ薪ストーブには挑戦できていないので、うん、灯油ストーブ、そうですね、コンパクトかつ高火力なんだよね、アルパカちゃんね、うん、ちなみに専用のケースも私たちが買った時はついてきたんだけど、今はどうなんだろうね。ついてくるんじゃん。ついてくる、うん、もうちょっと寒くなったらこれじゃちょっと足りなくなってくるんで、僕たちはコロナストーブを使ってますね、うんうん、もっとこのぐらい大きいのかな、うん、サイズ的には結構重たいんだけど、でも致し方ない、アルパカじゃ真冬はきついね、うんうん、本当行けてマイナス5ぐらいまでだと思う、うん、本当にまさに、で別に寒い状況でも耐えられるって人はいいんだけど、俺らの場合はやっぱり美味しくビールを飲みたいから、うんうん、
ポカポカがいいんだよね。そうなんだよね、うん、ポカポカってなるとやっぱりアルパカじゃ真冬は足りないかなっていう感じですかね。でこのストーブを使う際に必要なものが、これが一番大事かな。そうですね、うん、一酸化炭素センサー正常です。でこれはあの万が一一酸化炭素が発生した時にアラームで教えてくれるセンサー、コスモスだって、うん、それはコスモス、うん、これ日本製のものなんだよね。でまあまあ値段するんだけど、やっぱりねなんか海外製よりは日本製の方が安心かなっていうので1個日本製買いました。心配性の私たちは、うん、さらにもう2つ一酸化炭素チェッカーを持っております。でこれが中国製の一酸化炭素センサー、これもそうか、うんうん、中国製2つ、割と安いよね、うん、2,000〜3,000円じゃないかな。これコスモスは 7,000〜8,000円ぐらいしたか、かなり厳重そう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 。ちなみにこのなんか中国製が不安だから日本製を買ったみたいな感じで説明はしたんですけど、この中国製がちゃんと作動することは確認してるんだよね。うんうんうん、なんだ、あの車の後ろのその煙で実験、うん、実験したりとか、そういうなんかあの実験のやり方みたいなのは YouTube 上にめちゃめちゃ出てくるじゃん。俺らもそれ見てやったよね、うん、チェックしたよね。温度計と湿度計、いくら温度が高かったとしても湿度が低いと体感寒ってなるんだよね、うん、で温度は高くないんだけど湿度がすごい上がってると暖かく感じるというか、うん、そういうなんか傾向とかを知るためにもいいと思うよね、うんうん、すごいね。一見うちら湿度の差で体感が変わることを今では面白いと思ってやってるなんてねそう、あとなんかどこに熱が溜まるのかとかもこの温度計を置く位置とかで違うっていうのもなんかすごい面白いなと思って、うん、あとこの温度計は2箇所測れる温度計になってて、あ、そうそうそう、この温度計本体の場所とコードがついてて、うん、そのコードを置く場所とで2箇所測れるんだよね。で外の温度も知れるっていうのが、うん、それもよくて、なんか今もしかしたらもうこの商品 Amazon にないかもしれないらしいんですが、うん、似たようなものがあれば貼っておきます。あとはこのファンもめちゃめちゃ重要じゃない。熱がね上に上がっていくから、その上がった熱を下にこう自分たちのいる場所にこう下げるっていうので上にこうファンをつけてるんだよね。そのファンがポールにねつけてる、ポールにカチッとこういう感じで、そのファンが一つと、これはストーブ用のファンだよね。ストーブの上に置いてこの熱伝導でこう回るように回転するようになってるんだよね。真横に熱を届ける、うんうん、これはめちゃくちゃ重要ですね。まあ視聴者さんから学びました全部視聴者さん教えてくれた、まあ、予備で灯油少し持ってきてんだよね。でこれはちょっとあの18リッターで結構大容量なんだけど、もう一つ自分たちタンク持ってて、それは5リッターのタンクだね。このぐらいの時期だったら5リッターぐらいのタンクで5リッターあれば大丈夫でしょ、うんうん、これおしゃれだよね。これいいよね。これ楽天で買ったんだよね、うんうん、でさらに、うん、不安な方、不安な方とか電源サイトよく使うよっていう方だと、うんうん、電気カーペットもかなり重宝するよ、ね、めちゃめちゃいいよねあれね、うん、電気カーペットがあるだけで、うん、さっきの底冷えの話じゃないけど、うん、地面があったかいってだけで本当に部屋があったかくなるから、うん、私たちも持ってるんだよね電気カーペット、うん、まあ、3畳だっけ、そのぐらいだと思う、うん、結構大判の電気カーペット持ってて、それを使う場合にコードが必要で、これあの電源が外にあるからこのコードが外にさらされることになって、で雨とか雪とか降ってきたら危険だから、頑丈な最強のコードを持っていた方がいいですね、うん、これも Amazon とかかい、これ Amazon で買ったよね、うん、何メートルなんだろう、これも概要欄に貼っておきます、うん、なんか全ての商品の細かいことはリンクを貼っておくので見てみてください、うん、こんな感じじゃない、ちょっとなんか喋りたくなっちゃって、もっと寒くなったらのバージョンも話しちゃったけど、チラッと話しちゃったけど、まあ、でも今その状態にはなってないので、うん、ここが、うん、また寒くなったらその状態にして説明しようかなと思います。そうだね、その方がイメージできるし、ね、あの前回の、うん、あの今年買ってよかったギア7000みたいな動画で、うん、最初無駄話しすぎて私たちは何を見せられてるんでしょうかっていうコメント来てたんだよね。何件か来てたね、うん、でちょっと申し訳なくなったので今回は無駄話なしで終わろうかと思います、はい、ね、僕たちもね
気をつけてるんだよね。話長いから、ね、うん、脱線しちゃうから、うん、俺は脱線しないけどこっちが脱線するって、うん、うん、すいません。あの逆にいやそれだったらこっちの方がいいよとか、あそれ、ね、この動画を見てね、うん、あの私たちも言ってもまだキャンプ2年とかなのでご意見があればコメントに寄せていただければ次、ね、また次の動画とかで、うん、あこういう意見もらいましたってご紹介させてもらいますので、はい、私たちがここまで冬キャンプ成長できたのは、うん、紛れもない、うん、視聴者の方のコメントのおかげなので、はい、なんか調べてもドンピシャなことが出てこないことってあるんだよね、うん、それは分かってるんだけどさらにそれってどうしてるのみたいな細かい部分とかが書いてなかったりとかっていうのがあったりするので、うんうん、そういうのってこういう本当に近い視聴者さんとかに教えてもらって知れたことなので、それを私たちも今からキャンプ始める方にこうみんなで共有して流せたらなと思ってますので、なんか俺さあの電熱ベスト今年欲しいな。確かにいいかも ね、あのベスト良さそうじゃん。しかもそれあれば電気毛布ないでそれ着たまま寝袋とかに入ったらめっちゃあったかい、ね、いいかもね、うん、ちなみにあの私たちも知らなかったんですけど寝袋に入るときって、うん、なるべく厚着して入った方があったかいって思ってたんだよね。そうそうそう、うん、だからもう何枚も着て入ってたんだけど、うん、実は体から放出する熱が寝袋の中でこう覆われて、うん、それのおかげでなんかあったかくなるっていうなんか仕組みがあるので、うんうん、服を着すぎると熱が逃げなくてそうそうそうシュラフの中があったかくならないんだって、うん、だから本当はヒートテック上下なんかもうほんと桃引きみたいな、うん、スタイルで寝た方がいいらしい。らしい。めっちゃ面白くない？ね。ね。ちなみに今日紹介した中で一番高級なのはシュラフですね。あ、そうですね。ナンガの1000を使ってて1個5万円ぐらいは5万ぐらいしました。めちゃめちゃするよね。でも最初にそれをケチって2万5000円ぐらいの半分のやつを買ったら寒くて不安だったので、最初からね暑くて苦しいことってあんまりないから寒くて苦しいことはあるけど、そこは冬キャンプをやるのであれば思い切ってそうですね、お金をかけてもいいかなと思います。あとさあの買う時期は早い方がいいよ。確かに値上がりしちゃうから、アルパカとかそのさっき見たコロナストーブとか全然金額が変わってくるんですよね。だから早め早めで在庫も普通になくなるしね。うん、そうだそうだ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。